お世話になります一人でございます。ハートゴールドソウルシルバーではアルセウスをアルフの遺跡に連れていくと新都遺跡のイベントが起こり、ギアルがパルキア、ギラティナのいずれか一体をレベル1で手に入れられますよね。以前このイベントをやっていて、ふとこんな思いが脳裏に浮かんできました。もしかしたらデータを最初から始めて、またアルフの遺跡にアルセウスを連れていけば、ストーリーをクリアしなくても伝説ポケモンを超早く量産できるんじゃないか。いつしかその疑問に取りつかれ、私は眠れなくなりました。多くの人が私のように眠れていないと思いますので、そんな方のために今回は新都遺跡のイベントでレベル1のディアルがパルキア、ギラティナを量産できるのか検証していきたいと思います。まずは今のクリア済みのデータで新都遺跡イベントをやっていきます。今回はただ量産できるかだけでなく、同じアルセウスでもできるのかということもついでに検証したいので、私が持っています、このアルセウス、能天気な性格の始まりの魔さんのアルセウスでまずはイベントを起こして、この個体はイベントが終わったら別のソフトに交換して、で次もまたこの個体でイベントをやってみたいと思います。まあとりあえずまずは1回目イベントを起こしていきたいと思います。電話鳴りましたけど、そんなの無視していっちゃいましょう。 OK、 これでひたすら起こしていきましょう。はい、じゃあこれで1回目のイベント終わりましたね。はい、交換していきましょう。はい、じゃあここで先ほどのイベントを起こしたアルセウスとゲットしたねレベル1パルキアいますので、こいつらは別のソフトにね退避させておきたいと思います。じゃあまずはこいつを交換に出すと。はい、じゃああとパルキアですね、こいつも送っちゃいましょう。はい、じゃあこれで交換できました。はい、じゃあ最初からねやっていきたいと思います。で最初からやる際はデータ消しとかないといけないので、この画面で B ボタンとセレクトと十字上かな、これで全てのセーブデータエリアを消去しますかで、はいを押すんですね。これで、あ、ミスった、家にしちゃった、バカ、消去しますかで、はいを押しましょう。はい、じゃあこれでやっていきましょう。 OK、最初からなってますねちゃんと。はい、じゃあこれで一気に進めていきましょう。オッケー、もうアルフの遺跡来ましたね。じいちゃんいるのかな。あ、ちゃんとじいちゃんもいますね。ということでアルフの遺跡どんぐらいの時間で着いたかというと22分で着きましたね。だから結構早いっすね。バッジをゲットしないでもアルフの遺跡には来れるということで、なかなか早く来れるんじゃないでしょうか。はい、じゃあそれではまた交換ですね。はい、じゃあワニの子交換に出して、はい、アルセウス到着ですね。はい、じゃあまだバッチ0個ですが、アルセウスね交換しましたので、こいつの個体ちょっと見ていきましょう。こいつは冒頭でも言った通り1回目のイベントを起こした個体となっています。ですから能天気な性格で始まりの魔さんとなっております。つまり先ほどイベントを起こした個体と全く同じ個体なので、こいつでできるかねやっていきたいと思います。いけるか、頼む、運命の瞬間。お、来た、マジか、できんだ、やば、これめちゃめちゃやばいじゃないですかこれ、マジで。え、まだ1個もバッチ持ってないっすよ。なのにちゃんとイベント発生してゲットできるんだ。あ、だからレベル1だってことなんですね。この序盤で手に入れる可能性もあるからレベル1に設定されると。うわ、なるほどね。私はバカだな、気づかなかったそこまで。なるほど、これゲットしていきましょう。じゃあ、おし、ちゃんとイベント完了しましたね。オッケー、これで中身見てみますと、はい、これでディアルがレベル1バッチ0個の状態でゲットしました。はい、中身見てみますと、混合玉持ってて新都遺跡でレベル1の時に出会ったとなっております。ちゃんとやばいね、これできんだ普通に。でこれ何がやばいかというと、まず改造ではない上にバグをこのアルセウスという意味では間接的に利用しているんですが、一応このねディアルガの個体はバグではなく、おそらく正規個体扱いとされる伝説個体を量産できるということなんですね。しかも地味にこいつレベル1ですからね、これ自体超プレミア個体ですから、その点もヤバい以外に言葉が見つかりません。5万年探しても見つかんないでしょ。一応量産というテーマですから、あとギラティナもゲットしたいと思います。また同じ個体でできるかねやってみたいと思います。はい、じゃあまたこれ交換していきたいと思います。はい、これで別のソフトにリアルがちゃんと持ってきましたね。交換まで含めると約プレイ時間40分で1匹伝説が手に入るって感じですね。で映画さんのアルセウスもいれば同じ個体を使い回せるので、だいたい50分で2匹ぐらいですかね。最速でそんぐらいで手に入るんじゃないかなと思います。ストーリークリアするよりもね
はるかに早いんでめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。はい、じゃああと1回ねやっときましょうか。一応またエリアのセーブを消しといて、これやっとかないとレポート書けないのでめちゃめちゃ注意ですね本当に。はい、じゃあまた行きましょう。まあトレーナー戦う数はねライバルとあと1人か2人ぐらいなんでね、めちゃめちゃ楽です。若干時間かかりますけどね、行きましょう。はい、じゃあ交換していきましょう。また23分ぐらいですね。だいたいこんぐらいの時間で来れますね。よし、またアルセウスくんね。はい、じゃあ3回目行っちゃいましょう。いけるかな。お、来た来た普通にできるっていうね。マジで量産しまくれますねこれは。やばいわ本当に。はい、また終わりましたね3回目。はい、これで見ていきましょうか。はい、ちゃんとギラテナ1レベちゃんとおります。テレアの性格で信徒の遺跡で見つけたということでございますと。こんな感じですね。またプレイ時間34分ですね。これで交換できると。はい、これでギラティナバイバイって感じですね。はい、アルセウスもバイバイ。はい、じゃあ保存しておいた方のソフトを見てみますと、どうなってるかと言いますと、ちゃんといますね。はい、これで当たり前なんですが、レベル1ギラティナと、レベル1パルキアと、レベル1ディアルガ、全部神都遺跡のものですね。こいつらが揃いましたと。ということで検証結果、神都遺跡のイベントでレベル1のディアルガ、パルキア、ギラティナは量産できるでした。今はポケモンホームで GTS ができて、ディアルガ、パルキア、ギラティナは GTS 要員として非常に使えるので、この方法は今でも重宝する方法なのは間違いありません。しかも映画さんのアルセウスも持っていれば2倍効率よくできて、全国の珍しいポケモンを効率よく揃えるのに超役立つでしょう。まあアルセウスを捕まえるために恐怖の7万3000歩やらなきゃいけないんですけどね。テロリストじゃない。